日本の森尾舞子の床運動です。おなじみとなりましたおどけた人形の踊りです。高さのあるタンバリング2回宙返りです。さっと決めます。ブダペストのスポーツホール1万の観衆を前に森尾舞子の床運動です。中山さん、小倉で日本調子上げたいところですね、はい、そうですね。初めの月面と2コース目のダブルも非常にいい出来ですね。今年は全日本 NHK 杯と国内の日本の大会は全部この森尾舞子が優勝しています。333番の森尾舞子です。最後の大技は何を使いますか。ダブルです。あ、危ない。しかし頑張ります。